私が入れ墨を入れてないよ、指も詰めていないよっていうことを再三言ってて、その通りなんですね。で、なぜ入れ墨を入れてないのって、いやいやもう若いうちから懲役行ってて、シャバで入れる暇がなかったっていうことを言ってるんですよね。確かにその通りなんですよ。ただ本当はもう一つ大きな理由があるんですよね。初犯で行く前で、私もこのお話ししている通り、私どもの頃、昭和の終わり頃っていうのは、入れ墨を入れるっていうのは、そんな今みたいなタトゥースタジオとか、入れ墨入れますみたいな、そんなところがお店であるわけもなく、要は入れ墨入れる先生が各組を、そのもう本当に旅で渡って事務所とかに寝泊まりしながら数ヶ月間その組員の何人かをやっていくっていう効率的なよう、いいような、そういうやり方なんですね。5人なら5人少しずつ、いっぺんにできないですから、やって寝泊まりして、その先生の世話をしながら、みんな仕上げていくっていう方法なんですね。で、一人いくらっていうことだから、まあ効率よくやっていく。その地域に来たら何々組、どこどこ組みたいな感じでやっていくというやり方をしてたわけです。それを入れていくのは、上の兄貴分たちが順番なんで、まあ、いずれ私の番も回ってくる。お金は組所が出してくれるわけですから、だろうなって、そういうもんだろうなっていうのが分かってたんで、で、そういうことをやっているうちに、自分より、新しい若い衆が二人とももう仕上げれるんですよ。まあ自分はその時に親父に着いたり運転したりっていうことで時間がないから事務所にいるわけじゃないから、あ、まあそういうこともあるんだろうなっていうふうに思ってたんですよ。で、二人の自分より後輩の人間が仕上がったりした時に、そろそろ自分だろうななんて思ってたら、厳しい組長から、おい、お前墨入れないんかって、はい。どういうつもりで入れるんだって、こう来るわけですよ。で、どういうつもりって、そいつら聞いてて、どういうつもりで入れる、入れないの、くだりってあったかなと思って、なんて答えたんだろう、どれが正解なんて。いや、その時に、そんなことが、質問が来ると思ってないから、いや、もうヤクザとやっていくために、覚悟を決めるためですとか、箔がつくためとか、わけのわからんこと言った。はぁ？お前、お前、ほん、もう、お前はバカかみたいな。どういうつもりでそれを入れるんだ、入れるのか分かっとんのかって。なった。ヤクザモンが入れ墨入れるってのは魂を入れるってことなんだ。魂を入れる。ね？どういう意味だと分からないですよ。言ってる方は正直。ただ、そのお前には覚悟がないっていうようなことを言われてるんだけど、頭から代行から他の組員から見て、この人たちがそんな高尚な気持ちや覚悟を持って入れてるとは到底思えないですよ、正直言って。ね、組長自身は本当にもう全身、その仕上がって、若い時から少しずつやってもほとんど仕上がって、虫食いのとこ、綺麗に色が入ってないところとかを直してるっていうぐらいまできちんとやってて、まあ、あそこまではなかなかできないなとは思ってたんですけど、そのやってる時も薬を塗ったり何したりとかっていうことやって、この入れ墨のことでそんなにブチ切られるようなことしたのかなと思って、まあ結局、そんなんでは入れさせんっていうことになって、ああ、自分はその時思って、金ケチってんのかなとか、自分で金出しますって言ったらいいのかななんていうふうに思ってたんですよ。まあ、ただ、入れないんだなっていうのを分かったんで、もう入れないんだなっていうか、そうこう言ってるうちに、その入れ墨の先生が、もう、帰っちゃって、全員終わって帰っちゃってるんで、入れようもないわけですよ。で、そういう風になったんですよね。まあ、ああ、そうなんだ、なんて思ってたんですよ。で、まあ、ある時ですね、その姉さんが、奥さんが、太郎くん、ね、入れ墨のこと、うちの人から言われたでしょ？はい。どうしてだと思う？いや、どうしてって、よくわかりませんね。でも、その、自分のより後輩の、誰々と誰々も入れてるんで、いや、もう言われて答えられなかったんで、でもあいつらが答えれたとは思わないんですよねって。わからないんですよ。そしたら、あなたどう思ってるか知れないけど、実はこれはあなたに対する思いやりだよ。思いやりだよって、愛情だし優しさなんだよって、ってなんでですかって言ったら、あの人はあなたには入れさせたくなかったみたいだよって。あなたは入れさせたくなかったというよりも、あなたにヤクザをやらせるつもりがないみたいよって。ずっと。なんでですか？向いてないって。向いてないって言ってるから。まあなんか、褒められてるのか、けなされてるのかよくわからない。じゃあ、あとの二人が向いてるのか、ということはどういうことかって言ったら、彼らはもうそれしか生きてく道がないと。でも、私は他にもまだやれることがあるだろうと思ってるって言ってるって言うんですよ。はあ、その時はね、何言ってんだって思いましたよ、正直言って。ただ、その、
入れ墨を入れることで不自由だっていうこともあるし、もう本人も指は詰めていて不自由な思いをしているんで、自分が不自由だっていうことは言ったことはないですよ。ただ若い衆にさせたことはないです。で、そういうことなんで、今後その入れ墨が入れるっていうことはやはり生きにくいっていうことは分かってたんで、それと他に生きていく道もあるっていうことを私に対して思っていてくれたみたいなんですよね。まあその時はなんだかなと思いましたけど、今にして思えばですね、まあ確かにその通りなんでございますね。やはり私がこうして喋っている基本になるのは、その組長の喋り方を似させてるわけじゃないんですけど、考え方というのは非常に影響を受けていまして、いろんな掛け合いだとか、交渉ごと話し合いのところに、まあきちんと理論的に緩急つけて話をするわけですよ。で、私は一回聞いたことがあるんですよ。それって考えてるんですかって言ったら、いや、大まかなあらすじだけ考えて、その場その場で応じて考える。これって決めていくと、相手の出方が変わった時に、話がそれ思ってることだと噛み合わんくなってくるからっていうことを言ってたんですよ。そんなことができるのかと思って、すげえなと思っていましたけど、まあ私も今この喋ってますけど、似たような思考でやってるのかな。だから本当に人っていうのは影響、人が育つ、人が影響を受けるっていうのは、本当のその絵本になる人が本当に大事。で、私はその人に対して考え方や器量や全てのことが叶うこともなかったんですが、唯一私が勝ててるって思うのは寿命ですね。50歳だったんですね。51歳か2歳かまでだったんですよ、亡くなったのが。それは私が超えれてるっていうことを自覚した時からですよね。まあ今でもね、その組長ならどう考えるんだろう、どうするんだろうって、まあ自問自答しながら喋ってるっていうことなんですね。